はい、山寺です。今日はですね、庄内に来ております。これからですね、せんべろ屋さんに行って飲もうと思いますけども、今日は実はですね、私のですね、飲み会があるんですよ。山寺のね、せんべろ屋でやりますんで、そちらでちょっとね、今から行きますんで、よろしくお願いいたします。では行ってきます。はい、今せんべろ屋さんに着きました。これから入ります。今日はですね、こちらの方で私の飲み会を行います。今日は私ね、無制限3980円のコースで、3時間ぐらいおるかなという予定しております。では入っていきます。今ね、せんべろ屋さんに来てるんですけど、ここにいっぱいこうね、当てがあって、これはね、ご自由にお取りくださいというやつですわ。ちょっとね、前食べたね、このポテトサラダいただきました。これうまかったんですよね。あとね、ちょっとキムチかな、キムチ、ちょっと待って、キムチは食べてないやつもらいましょうかね。もう長丁場なんで、ちょっとあんまり食べ過ぎるとお腹いっぱいになるんやけども、そうやね、これと、あ、卵いこうかな、卵これでいきます。まずはですね、ありがとうございます。早いですね。ありがとうございます。めちゃくちゃでかい唐揚げと磯辺揚げきましたよ。これとね、今日はポテトサラダと、だし巻きと取ってきました。飲み物はね、焼酎でいきたいと思います。では今からね、早速いただきたいと思います。まだね、誰もおらないんでね、今のうちに一人のうちに食べときます。はい、まずは焼酎、芋焼酎の水割りからいただきたいと思います。うまい。次ですね、唐揚げ。これ唐揚げめちゃくちゃでかいでしょ。これしかももも肉やからね。会談で両者は北朝鮮の弾道ミサイル発射について極めて遺憾との認識で一致しました。一方で拉致問題担当大臣として菅長官は、安倍総理が意欲を示す条件なしの日朝首脳会談実現との方針に変わりがないとの考えを強調しています。今度はお腹いっぱいになるかもしれないわ。うまい。ペンス副大統領との会談で菅長官、拉致問題の解決に向けた国際連携の重要性を訴えています。初の本格外交で北朝鮮問題に重要性を置いた菅長官は、一連の日程を終え、間もなく帰国の途につきます。では次です。愛知県西尾市で昨日、母親と2歳の息子が食べ物だらけになりつつある。事故で逮捕された男の車がセンターラインをはみ出し、対向車線で2人をはねたとみられることが分かりました。昨日、愛知県西尾市の T 字路で起きた事故では、道路を横断中だった近くに住む母親と2歳の長男が車にはねられ、次にですね、ちくわの磯辺揚げですわ。その後の捜査関係者への取材で、現行犯逮捕された西尾市の女が禁止用を右折する際に次にですね、おでんを取ってきました。これはですね、おでんで、視聴者さんトップバッターで1人来られたんですけどね、突然ありがとうございます、来ていただいてということですが、まだね、12時になったところです。もうオープン同時に来はったんですね。僕は実は今日は11時40分ぐらいにこう着いとったんですけどね、もう空いてたんで入らせていただいたんですけども、一応告知としては12時30分からって言ってるんで、まあ、この後どれぐらい来るか分からない、来ないかもしれませんしね。全然ありがたい話ですよ。ほんまに来ていただいてすいません。ちょっとおでんを食べてみたいと思います。大根ちょっと取ってきたんですけど、これなんかすごい染み込んでますよ。もう色がもう真っ黒っていうか、すごい色、よう染み込んでますわ、やっぱり。うまい。美味しい。でもなんか食べよう。ここは今焼きそば食べると多分お腹膨れるんやろうけどね、これ一回ちょっとお腹空いてるので焼きそば食べます。焼きそばのソースでもらいますか。すいません。飲むんでしょ。ああ、いい感じですね。いい飲みっぷりですねいいですね。60分一本勝負でどんだけ飲めるんですかね代わりもらいますわ、まだ今2杯1杯飲んだとこなんで、これから2杯目を飲みますけども、はいどうも、今日はもう視聴者さんがね来ていただきました、ありがとうございます。なんかもうほんますいませんね。いや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 、楽しいです。私もいつも来ていただいてほんまにありがとうございます。いつも動画を拝見させていただいて、ありがとうございます。なんかお名前とか参考にさせていただいてます。お名前もしよかったら、のぶりんです。のぶりんさんって、のぶりんさんということで私も覚えておきますね。のぶりんさんということですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ほんまに。今度2杯目です。今2杯目です。焼酎の水割りです。ちょっと軽く4つありますけども、まあ2杯目だから大丈夫ですけどね。焼きそば来ました。なんか丼に入っている焼きそばですけど、面白いですねこれ。丼焼きそば的になってますよ。ちょっといただきます。これ絶対美味しい匂いしてますが、ソースがね、僕好みのソースですよ。このほら、なんかドローっとソースがついてますでしょ。これ多分好みだと思います。ちょっと食べてみます。これ初めてですよ。いつもはナポリタンやけど、ナポリタン食べたらお腹いっぱいになりましたんで食べられへんから、今日はこの普通の焼きそばでいってみますわ。ちょっといただきますわね。やっぱりね、これソースがガツンと効いた、思った通りの焼きそばです。豚肉も入って、うまい。これでお腹膨れすぎましたね、うまいです。おいしい。それはほんまにおいしい。めっちゃソースがもうべったり。いや、いいっすね。どういうふうにするんですか。いや、視聴者さん、今日山崎さんと会わせていただいて光栄です。いや、こちらこそありがとうございます。なんかほんますいませんね、来ていただいて。本当にもうやらっさい、ほんまにすいません。ぜひまだ必ずお店も行きます。あらっさい。もうお店どこでやってるんですか、ちょっと言ってくださいよ。伊丹のね、ビストロサンルーフって言います。ビストロサンルーフ、サンルーフです。ビストロね、行きますわ。必ず行きます。撮影させてもらいますので、お店やってはるということで、まあよろしくお願いします。なんか分からへんけど、私行きますから必ず。お願いします。よろしくお願いします。結構ね、なんかもういい感じに酔っ払っちゃってきて、まだ2杯やけどね、まあ酔っ払ってはないけどな、いろいろと今日ちょっとずつお客さんがなんか来つつあって、どうなることか分からへんねんけども、楽しみですよ。ほんまに来ていただいてね。これね、揚げたこ焼きです。揚げたこ焼き、これちょっと食べてみますわ。ほんまに今もね、割となんか容器きてだんだんね増えてきてますよ。でいつもの安田さんも来てはりますしね。今日は安田さんとかね、お父ちゃんですさん、肉丸木さん、RZR さん来ております。あとちょっとね、お名前は伏せますけども、僕の YouTube を見てくれてはる視聴者も来てますよね。今のところ、8人ほどかな、来てます。ありがとうございます。あんまりありがたいですね。まだちょっとね、始まったところなんですけどね、すごいです、感謝です。今日はね、めちゃくちゃ楽しい飲み会でした。約何名来たかも分からんぐらいね、1回入れ替わってね、またいっぱいになってるみたいな感じで、本当にもう皆さんご参加していただいた方、ありがとうございました。いっぱいお土産もね、いただいて、もう使わせてもらって、ね、すいません、ほんまありがとうございました。ということです。今日はね、もうそろそろこの辺でね、お迎えというか、今日は飲み会も終わりたいと思います。いつもですね、私の YouTube 見ていただいて本当にありがとうございます。どうももしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この辺で締めたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。